ちは。花巻工業高等学校獅子踊り部です。現在獅子踊り部は3年生2人、2年生14人、1年生6人、計22人で毎日2時間から3時間練習に取り組んでいます。本校獅子踊り部は来年で創設60年を迎えます。始まりは花巻市東和町の春日流持ち合い獅子踊り保存会の方々に指導を仰いだのが最初で、現在までご指導いただいております。本日の演舞には彩取りの舞を取り入れております。彩取りの舞とは、1番には2番にはかかし踊り、綱踊りの4演目をマスターしたことにより教えていただいた舞です。私たちはこれらを覚えるのに1年半かかりました。さて、本日の演舞は物語となっております。山から降りてきた鹿たちが突如かかしに出会います。得体の知れないものに怯えながらも、鹿たちは勇気を出して調べに行き、安全だと分かりそれを壊します。山裾を歩いていた鹿たちは藤鶴を見つけ、誰が鶴をうまく渡れるか競い合います。家里に近づいた鹿たちが庄屋の中を覗いてみると、お金を独り占めしている主がおりました。それを見て、みんなにお金を回しなさいという意味が込められている踊り、2番庭を彩取りの舞として踊ります。最後に1番庭のチラシで締めくくります。それでは宮沢賢治の詩の一節を紹介いたします。海だべかと、おーらもたいんば、やっぱし光るよまでってじゃい。はあ、髪け風つけば、すす踊りだし。